Hey ladies, so you requested so far this summer for me to get Okita Soji Okita. Not my favorite character, but I'm gonna try to get him. Just in case no one here has seen it, but still requested Soji. And by the way, Saito's mine. Oh, okay. I guess they didn't show it. Basically, she was being chased by two guys, and then Shinsengumi came and killed those guys because they were killed. No, wait. Two guys chased her. Ah, 目が覚めたかい? Two guys chased her, and then these two crazy guys killed the other guys, and Shinsengumi came and killed those crazy guys.And that's how we're in this situation. すまんな、こんな扱いで。今は縄を緩めるから、少し待ってくれ。ちょっと来てくれるかい?今朝から幹部連中であんたについて話し合っているんだが、あんたが何を見たのか確かめておきたいってことになってね。心配しなくても大丈夫さ。なりは怖いが気のいい奴らだよ。おはよう。昨日はよく眠れた。そうなんだ。さっき僕が声をかけた時には、君全然起きてくれなかったけど。からかわれているだけだ。掃除はお前の部屋になんか行っちゃいない。もう少し君の反応を見たかったんだけどな。はじめくんもひどいよね。勝手にバラすなんてさ。おい、てめえら。無駄口ばっか叩いてんじゃねえよ。でさ、土方さん、そいつが目撃者?ちっちゃいし細っこいな。まだガキじゃん、こいつ。お前がガキとか言うなよ、平助。だな。世間様から見りゃ、お前もこいつも似たようなもんだろうよ。うるさいな、おじさん二人は黙ってなよ。
ふざけんなよこのお坊ちゃまが。俺らにそんな口聞いていいと思ってんのか。平助におじさん呼ばわりされるほど年食ってねえよ。新八はともかく俺はな。てめえ裏切るのかさあの。ははあ、新八さん図星されて怒るって大人げねえよな。So for Chizuru's text, I will press it a little faster because you may have seen her already. Kuchisa がない方ばかりで申し訳ありません。あまり怖がらないでくださいね。何言ってんだ。一番怖いのはあんただろう、三男さん。おや、心外ですね。皆さんはともかく、鬼の副長まで何をおっしゃるんです？トシと三男君は相変わらず仲がいいな。ああ、自己紹介が遅れたな。俺が新選組局長、近藤勇だ。それから、そこの都市が副長で、横にいる三男君は総長を務めて。いや、近藤さん、なんでいろいろ教えてやってんだよ、あんた。ん？まずいのか？情報を与える必要がないんだったら黙ってる方が得策なんじゃないですかね。わざわざ教えてやる義理はないんじゃね。ま、知られて困ることもねえよ。さて、本題に入ろう。まずは改めて昨晩の話を聞かせてくれるか。昨晩、京の都を巡回中に不老の老師と遭遇。相手が刀を抜いたため、斬り合いとなりました。大使らは老師を無力化しましたが、その折、彼らが失敗した様子を目撃されています。なあ、お前本当に何も見てないのか？見てないんならいいんだけどさ。あれ？掃除の話ではお前が大使どもを助けてくれたって話だったが。じゃ、大使どもが老子を切り殺してる場面はしっかり見ちゃったってわけだな。つまり最初から最後まで一部始終を見てたってことか。お前、根が素直なんだろうな。それ自体は悪いことじゃないんだろうな。偶然老師に絡まれていたという君が敵側の人間だとまでは言いませんが、君に言うつもりがなくとも相手の誘導尋問に乗せられる可能性はある。
話さないというのは簡単だが、こいつが新選組に義理立てする理由もない。約束を破らない保証なんてないですし、やっぱり解放するのは難しいですよね。ほら、殺しちゃいましょうよ。口封じするならそれが一番じゃないですか。総司、物騒なことを言うな。お上の民をむやみに殺して何とする。そんな顔しないでくださいよ。今のはただの冗談ですから。冗談に聞こえる冗談を言え。しかし、なんとかならんのかね。まだこんな子供だろう。私もなんとかしてあげたいとは思いますが、うっかり漏らされでもしたら一大事でしょう。私は副長のご意見を伺いたいのですが。俺たちは昨晩、指導に背いた大将を粛清した。こいつはその現場に居合わせた。それだけだとおっしゃりたいんですか。実際このガキの認識なんざその程度のもんだとは思うんだが、けどよ、こればっかりは大義のためにも内密にしなきゃなんねえことなんだろ。新選組の大使は血に狂ってるなんて噂が立ちゃ、俺らのタイムにだって支障が出るぜ。総司の意見も一理あるとは思うけどな。まあ、俺は土方さんや近藤さんの決定に従う。俺は逃がしてやってもいいと思う。こいつは別にあいつらが血に狂った理由を知っちまったわけでもないんだしさ。